フィンランドを擬人化した、フィンランドの乙女の図フィンランドの文化では、フィンランドの文化について説明する。フィンランドの文化は、フィングゴルゴ派のフィンランド語やサウナに代表される、土着文化と、一般的な北欧やヨーロッパの文化の複合である。歴史と地政学的条件から、近世以降有力な隣国であった、スウェーデン、ロシア等の影響のみならず、 近隣地域のフィン系民族やバルト人、ドイツ人等の影響も受けている。フィンランド文化は相対的に厳しい環境の実情、伝統的生活と平等主義、伝統的に広範に見られる自給自足思想に基づいて築かれていると見ることができる。フィンランドでは地域ごとに違った文化が存在し、特にアクセントと語彙に小さな違いが見られる。サーミ人。 スウェーデン語話者、ロマ、ユダヤ人、タタールなど少数者のいくらかは国から認められており、彼ら自身の文化的特徴を維持している。多くのフィンランド人は精神的に故郷やその自然に対する愛共心で結びついており、大規模な都市化は相対的に近年の現象である。フィンランドの有史以前の壁画グレートブリテン島から北欧、 モスクワまでの広範囲を覆っていたスカンジナビア表彰が後退したことに続いて、紀元前8000年頃、おそらく主に南方や東方から来た人類が、現在のフィンランドに到着し始めたとされる。だが、近年の考古学的発見は、ノルウェー海岸に見られる最も古いものと同等に、古いフィンランド北方の北西コムサ文化の存在を明らかにしている。フィンランドの領域は、 紀元前5000年までは、北西ヨーロッパの組んだ文化に、紀元前4200年頃から、紀元前2000年頃にかけては、くしも分土器文化に属していた。フィンランド南西海岸の旧海年文化は1200年前から見られる。1100年頃から1200年頃スウェーデン王権は、フィンランドの編入を始めた。しかしながら、 ノブゴロドもまたフィンランドの支配権を得ようとしていた。このためスウェーデンとノブゴロドの間で幾度も戦争が行われ、この構造は1400年にノブゴロドがモスクワに、1700年にモスクワがロシアに変わっても続いた。1721年にスタット条約が調印され、スウェーデンのバルト地方での優勢状態が終わりを迎え、1809年にはフィンランドは、 ロシア帝国に併合された。1809年から1917年にかけて、フィンランドは、ロシア皇帝の大公国で、立憲君主制の状態にあった。ロシアとスウェーデンの間で戦闘が繰り返された、カレリアは、双方の文化の影響を受けたにもかかわらず、双方の力の信用から末端であったため、その多くが維持された。カレワラのシカは、 多くがカレリアとイングリアに起源を発する。19世紀はヨーロッパからフィンランドに民族ロマン主義と民族国家主義をもたらした。フィンランドの民族国家主義もまた成長し、文化的個性とフィンランド人のソチランド人になりたいのだという言葉はフィンランド人運動家の心情としてしばしば引用されるようになった。民族国家主義が高められた結果、 ロシアからの独立を模索するようになったフィンランドは1917年12月6日、ロシアからの独立宣言を行い、これがフィンランド独立の日となった。しかしながら、民族国家主義者もスウェーデン和者が異なった国の一員とは考えていなかった。事実、スウェーデン和者の家系から多くのフィンランド人運動家が生まれている。フィンランドの農村の女性、フィンランド東部、 1882年頃フィンランドの全人口のうち、フィンランド語話者は、フィン人と呼ばれ、スウェーデン語話者のフィン人も、海文化に含めることが可能である。フィン人は、他のヨーロッパ人といくらか遺伝学的な才がある。フィンランドの第一の Y 染色体ハプログループは、N であり、Y 染色体ハプログループ I が時点を占める。フィンランド語は、陰王語族ではなく、 ウラル語族のフィンウゴルゴ派に属している。フィンランド語は伝統的に地域による方言で分けられるが、20世紀の都市化と国内移動によって、これらの際はほんの小さなものになっている。フィンランド社会は国民との制約である福祉国家の理想を守るため、富の不均衡と社会階級の固定化を妨げることで平等と自由を促進している。自然教授権は、 古代からの思想を引き継いでいる。すべての市民は公私問わず、土地を農業活動やレジャーに利用できる。フィンランド人の価値観は、自然に神話性があり、農業的ルーツは、農村生活に深く埋め込まれている。フィンランド人は、自己認識とは、対照的に愛国主義的で、民族、家族に対する考え方も同じである。宗教は、ペーガニズム、神話。 呪術などから始まった。伝統は一部分は固有であるが、北欧ペーガニズムの影響を受けている。祈祷やクマスーハイは古代宗教の特有の痕跡である。しかしながら、現代は20世紀の初期に、これらの伝統を終わらせた。キリスト教は12世紀にフィンランド文化に取り入れられ、現在では80.6%のフィンランド人が、 フィンランド福音ルター派協会に属し、1.1%はフィンランド正協会に属している。一般的にフィンランド人は彼らの視点からすれば世俗的である。刷新の出現とともに義務教育条例は大学教育を除く教育を公民権にしており、教育はほぼすべての市民に利用されている。大学教育を受けるための費用は無料であるが、 入学資格はテストの点数に厳密に基づいている。今日のフィンランド人の教育における心情は、加速度的な技術世界の革新の中で、高度な教育を必要とするであろう、未来の雇用を防衛することである。1900年頃サーミ人家族少数派は、フィンランドの歴史の一部になっている。最大の少数派はスウェーデン語話者である。この文化集団は主流である。 フィンランド語話者とは違う、独特の伝統を持っているが、フィン人社会と同一の社会基盤で生活している。また、その起源も様々であり、スウェーデン語への転向と移民の両方が存在する。ラップランド地域の北部には、サーミ人文化が存在する。1500人を超える、サーミ人は大抵主に漁業や漁を行っており、生活の基礎となっており、 居住地が左右される遊牧生活と組み合わせている。サーミ人は伝統的に漁業、漁、遊牧を行っており、このためサーミ人は伝統的にフィンランド人とは違う独自の社会基盤を持っている。彼らの元々の言語はフィンランド語ではなく三種のサーアミ語であった。この三種のうち一つが現在フィンランドで使われている。サーミ人は 現代社会の到来によって多くが都会に住む状況になっており、フィンランド語話者とその主流社会に同化している。サーミ人全体の10%ほどがフィンランド北部に住み続けている。現在、サーミ人は元々の居住地であるラップランドでも全人口の5%ほどの少数派になっている。他の遊牧集団にはフィンランドジプシーと呼ばれる。 ロマ系の民族が存在し、北欧での呼び名であるカーレと呼ばれている。彼らは1600年代からフィンランドに存在していた。男性は数世紀にわたって馬商人であったが、第二次世界大戦後は馬のブリーダーや自動車やクズ鉄の小取引に姿を変えた。女性は伝統的に占いや手芸に携わっていた。以前は、 ジプシーはフィンランドにおける嫌がらせや差別の標的になっていた。このため上地のジプシー問題顧問委員会が1968年に立ち上げられ、1970年には刑法の追加を通して人種差別を違法化した。この法はレストランや商店からのジプシー排除や警察や店主による一般的な監視の対象にする行動といった。 露骨な行動を罰した現在では生活水準を向上させるために5000人から6000人のフィンランドのジプシーに経済支援が提供されている。フィンランドの家族生活は大家族よりも各家族に近い。家族の多くは多くが一人か二人の子供を養育している。伝統的には男性は賃金労働者で、 女性は家に残り子育てをするという家族環境だった。しかしながら、第二次大戦以降、性別による役割分担は変化した。今日では、男性と女性の双方が、賃金労働についている。国による福祉の方針は、基礎収入の恩恵を与え、寛容な子育て休暇を許している。フィンランドの親には、部分休暇と全休暇のオプションに対する権利を持っている。 多くの母親は一年程度のより長い休暇を取る。フィンランドの既婚者のうち、離婚率は50%である。同性も一般的である。20歳前後の若者は独立と実家からの移動を求めて、一般的にはユースホステルやアパートなどへ引っ越しを行う。男性は徴兵のためより長く、実家に留まるが、女性は高等な教育を目指して男性に比べより、 早く実家から離れる傾向がある。これらによって各家族化は進んでいる。ユハンヌスの焚き火、バループルギス、学生帽をかぶった人々フィンランドの休日は西洋キリスト教国の行事やプロテスタントの伝統によく似ている。休日と伝統は千年来の古いキリスト教の風彩とフィンランドの伝統的な習族の痕跡が混合している。 特徴的な行事はユハンヌスである。夏になると、フィンランド人の多くが、湖水地方の湖畔に建てられたコテージに移り住む。地域によっては、下支店の深夜に焚き火を行って祝われる。オーランドでは、スウェーデン発祥のメーポールの周りを踊る伝統が見られる。祭りでの下支の伝統に対する魔法と神話の解釈には、様々な解釈が存在する。 フィンランドのクリスマスはヨールと呼ばれており、クリスマスツリーとアドベントカレンダーが伝統になっている。休日は12月23日から始まり、贈り物はクリスマスイブにヨールプッキからもたらされるとされる。サウナの後クリスマスのみの伝統的食事が食べられる。クリスマスは性筆の日が保たれ、26日のステファノの日で休日が終わる。イースターは 修俗とキリスト教が混合されている。聖、枝祭りと聖土曜日のどちらも、子供が魔女のように着飾り、水仙で飾られた柳の枝をお菓子と交換するために、各家庭をドアからドアへと尋ねる。イースターの焚き火は修俗であり、魔女を入り江に留めることを意味している。バルプルギスの夜や、メーデーは休日になっており、 白夜や昼間時間が短いなど厳しい冬を耐えた後に春を強く迎えるフィンランド人の行事である。これはパレードとパーティーがマルディグラなどと比較できる。この行事では伝統的にバルプルギスの夜の前夜から在学生と卒業生が卒業帽を被ることになっており、これが始まりの合図になる。フィンランド独立記念日は12月6日であり、 高級日となっている。夏には大規模なサマーフェスティバールが行われ、大規模な音楽祭も開かれる。11月1日は祝日ではないが、全国民の課税所得が公開されるため朝から国税庁舎に多くの人が集まることから、全国ジェラシーデーと呼ばれ、祭りのような騒ぎになっている。フィンランドの祝日は全て議会によって制定された。 祝日は、キリスト教休暇と、世俗由来の休暇に分けることができ、いくつかのキリスト教休暇は、他神教由来の休暇が置き換えられたものである。キリスト教休暇の主なものには、クリスマス、高原祭、復活祭、昇天日、ご春節、諸聖人日がある。世俗休暇は、元日、明デー、夏至、独立記念日がある。 クリスマスは一番大規模な祝日である。通常最小でも12月23日から12月26日にかけてが休みとなる。加えて日曜日が公式な休日である。しかしこれらは祝日に比べると重要さは薄い。日曜日の名前は礼拝日程に由来し、それらはキリスト教由来の休日に当てはめることができる。 一週間の労働時間は政府によって40時間に制限されている。この制限以降、土曜日は公式ではないが事実上の休日を意味している。ペンテコストとイースターは日曜日に行われるが祝日の一部になっている。小売店は5月から8月の夏の時期と11月と12月のクリスマス前を除いて日曜日の商売を法によって禁止されている。 400平米よりも小さい店舗は、通年公的休日や、日曜日も商売が許されている。湿式サウナサウナはフィンランドで広く、習慣とされている虫風呂である。バルトフィンショ語やサーミ語の源流になる古フィンランド語での、サウナの語源は7000年前に遡ることができる。サウナは、入浴目的で行われ、湿式、乾式を問わず、熱が、 肌の毛穴や感染を開かせ、徹底的に体をきれいにする。杉やカバの枝で体を叩くことで、血液循環を促進させる。サウナは、筋肉の痛みや炎症を鎮静させる。フィンランド人は、昔から強い肉体労働による疲労からの回復に、しばしばサウナを使っている。サウナ文化は、言語能力を鎮静し、 精神を落ち着け思考を整えると言われていた。しかし、実際にはこれらに対する特別な効能を持っているわけではなく、サウナに対する精神的な理由と考えられる。サウナは部分的に地面に埋まった小さなログハウスのような構造になっている。湿式サウナは工業改善には、風呂以外にも出産用の無菌環境を作ることや食肉の保存にも使われた。 しかし、過去には、継続的に温められていたサウナであるが、現代では清潔に素早く熱く温めることができるようになり、このような現代技術の恩恵によって、風呂以外の利用の伝統は衰退した。フィンランドのサウナ温度は60度から100度に設定されており、少量の水を熱せられた岩の上に流し、これによって蒸気を得る。これが熱の感覚を生み出す。 蒸気をほとんど使わない、乾式サウナをより好む、フィンランド人も存在する。伝統的サウナの作法には、サウナの中にいる時間以外にも、多少体を冷やす時間を含む。体を冷やすために、湖で泳ぎ、さらにサウナに入って、汗をかくことなどもある。よく似た、蒸気風呂は、ヨーロッパのよそでも、伝統として存在したが多くは消滅し、サウナは、 スウェーデン、ロシア、エストニアの一部で生き残った以外はフィンランドで最も保たれた。現在ではほとんどすべてのフィンランドの家屋にはサウナが設けてあり、一つならず存在する家もある。また、マンションやアパートなどの共同住宅にも存在しており、時間交代制になっている。公的サウナは以前一般的であったが、サウナが個人の家、市民水泳場。 ホテル、会社の本部、ジムなど、あらゆる場所に建てられるようになり、公的サウナの伝統は衰退している。彼はラフィンランド語の書き言葉は16世紀に、プロテスタント改革によって、ミカエル・アグリコラが、新約聖書をフィンランド語に翻訳した時には、存在した。19世紀までには、いくつかの有名な文学作品が、書かれ、これらには、 フィンランドの国家ロマン運動の始まりを見ることができる。文学界の国家ロマン運動は、エリアス・リオン・ロートがフィンランドとカレリアの伝承史を集めて整理し、フィンランドの国民女子詞である彼ラとして発行することを促した。この時代には、アレクシス・キビアエーノ・レーノなど有名な、フィンランド人の詩人や、小説家の作品が見られる。フィンランド独立以降、彼らは、 現代文学家になった。最も有名なのは、ミカワルタリである。フランスエーミル・シランペイは1939年のノーベル文学賞を受賞し、これはフィンランドの著者で唯一の受賞となっている。第二次世界大戦の情勢は、国際的な見方からより、国家的な関心事に戻ることを促し、バイノリンナに特徴付けられた。 戦後の現代フィンランドの文学は探偵物が特に人気がある。フィンランドのスリラー作家イルッカレメスは非常に人気がある。日本ではトーベアンソンのムーミンが非常に有名である。フィンランドは手工芸や工業デザインに大きな貢献を果たしている。20世紀のフィンランドで最も知られた彫刻家はバイノアールトネンでモニュメントの共像や 彫像の作成で知られている。フィンランド人の建築学者は世界的に有名である。20世紀フィンランドの国際的に著名な建築者にエリエル・サーリネンと彼の息子であるエーロ・サーリネンが挙げられる。エリエル・サーリネンはヘルシンキ中央駅のデザイナーで、その他にも多くの公的建築物に関わっている。アルバールとはフィンランドの建築に合理主義を持ち込んだ。 彼は、家具作りやガラス製品で有名である。多くのフィンランド音楽は、伝統的な枯れわらに表されるようなカレリア音楽の、旋律や歌詞に影響を受けている。カレリア文化は、ドイツ文化の影響が少なく、フィンランドの神話と信仰の最も純粋な表現が、認められ。音楽的なフィンランドの位置は、西洋と東洋の間である。 近年のルーツ再発見の運動の影響で、フィンランドの民族音楽は、ポピュラー音楽の一部に取り入れられており、女性トリオグループのバルティナやアコーディオン奏者のキンモ、ポホヨイネンといったアーティストも、ヨーロッパでは人気を得ている。サーミ音楽フィンランド、スウェーデン、ノルウェーの北部のサーミの人々には、ヨイクと呼ばれる霊的な歌唱が知られている。ラベルやベリーをヨイクと呼ぶこともあるが、 それは御用である。フィンランド人作曲家のジャンシベリウスは、クラシック音楽の歴史を象徴する。最初のオペラは、ドイツ人作曲家、フレドリク・パーシウスによって1852年に作られた。パーシウスは、フィンランド国家となっている我らの地のメロディを作曲した、ことでも知られる。1890年代、民族ロマン主義活動の結果彼わらが広く、 知られるようになり、ジャンシベリウスは彼はらを石にした、合唱公共曲クレルボを作曲した。その後1899年には彼は、公共詩フィンランディアを作曲し、この曲は、フィンランドの独立成就に、重要な役割を果たした。この曲の中間部に現れる非常に有名なメロディには、詩人であるベイッコ・アンテロ・コスケン・ニエミによって歌詞が、付けられ、今日、 フィンランディア参加と呼ばれ、第二の国家として、深く親しまれている。またサンビーカヤスカレワが心よとしても歌われている。シベリウス以後にもアーレメリカンと、レイビマデトヤが現れ、国際的評価を得た。その後も、カイア・サーリアホや、マグヌス・リンドベルイ、カレビアホなどの作曲家が、世界的な評価を得ており、オペラ作品も A のユハニラ・ウタバーラ。 ヨーナス・コッコネン、アウリス・サッ・リネンなどの逸材が制作、上演に積極的である。著名な指揮者としてはサカリオラモ、ミッコ、フランク、エサイコール・ペッカ・サロネン、オスモ、バンスカ、ユッカ・ペッカ・サラステ、スザンナ・マルッキ、レーフ・セーゲルスタム、オッコ・カム等がいる。著名な歌手には、カリタマ・マッティラ、ソイレイ・イソコスキ、カリ・クリリック、ペッカ・クーシスト、レカ・シルバイ、 リンダ・ブラーバー、マッティ・サルミネン、ヨルマ・ヒュンニネン、モニカ・グロープ、カリタ・マッティラと楽器奏者には、ピアニストのオリ・ムストネン、バイオリンのオクーシスト兄弟などの名を挙げることができる。また、毎年夏に開催される、サボン・リンマ・オペラ・フェスティバルは、古城の城で開催される、フィンランド夏の風物詩である。また、フィンランド国立オペラなども、世界的評価を得て、 国内外での活動が活発である。野外コンサートや教会での演奏会が盛んで、クフモ室内学音楽祭、ナーンタリ、トゥルクの各音楽祭などでは、地元の教会や自然に囲まれた場所での演奏が行われている。現代フィンランドのポップは、ヘビーメタルで非常に有名である他、ボムファンク m c ズとダルードのように、他の北欧諸国と共有された。 いくつかの著名なロックバンド、ジャズミュージシャン、ヒップホップパフォーマンス、ダンスミュージックなどが存在する。フィンランド人とイスラエル人の血を引くプロデューサーの、ジョナサン・ルーベン・ロテムはヒット曲でよく知られており、アメリカでも有名である。SHK、レコーディングスのレコードレーベルのようなフィンランドの、電子音楽は密かに称賛されながら楽しまれている。 軽い大衆音楽を表すには、イスケルマという伝統的なフィンランドの言葉がある。フィンランドの大衆音楽には、多数のダンス音楽が含まれる。特に、アルゼンチン音楽である単語は、人気がある。最も精力的な作者は、トイボカルキが知られており、歌手では、オラビービルタが、最も有名である。作詞家では、サウボプフティラ、例のヘリスマー。 ベイッコサルミなどが有名な作者として知られる。作曲家でバンドリーダーのジミ・テナーは印象的なレトロファンクミュージックで知られている。1996年からはエアギターの世界選手権がオールミュージックビデオフェスティバルの一環としてオールで開催されている。ダンスミュージック著名なフィンランドのダンス、エレキミュージックの音楽家により古っ子年、ダルード。 JS16、DJ プロテウス、DJ オーケデイや等がいる。ロックとヘビメタルアポカリプティカのライブフィンランドにおいて、ロックやヘビメタルは非常に大きな人気を得ると同時にレベルも高く、フィニッシュロックフィニッシュロックや北欧メタルとして国際的な評価は高い。このようにメタル音楽が発展した背景の一部には公的補助の存在もあると考えられる。 いくつかの基金があって、フィンランドでは音楽に対する援助というのはとても手厚いと証言するミュージシャンもいる。フィンランドのロックミュージックシーンは1960年頃現れ始め、ブルースセクションやキルカなどの音楽家が先駆者となった。1970年代のフィンランド人のロック音楽家は自ら音楽を作るのではなく、 国際的なヒット作品をフィンランドに翻訳することを始めた。この10年の間、タサバラン・プレシデンティ、ウィグワームなどいくつかのプログレッシブロックのグループは海外で尊敬を手に入れたが、しかし海外で商業的なブレイクスルーを作り出すことには失敗した。これはロックンロールグループのフーリーガンズも同じあった。フィンランドのパンク音楽の舞台は1980年代に、 テルベート・カデットを含むいくつかの国際的に尊敬されたグループを生み出した。ハノイ・ロックスは1980年代にグラムロックの先駆者となり、これは多くのフィンランドのグループと比べて大衆音楽の歴史に深い跡を残し、ガンズ・ローゼズのようなグループへの影響を与えた。1990年代のフィンランドのロックとメタル音楽はザ・69アイズ。 アモルフィス、チルドレン・オブ・ボドム、エンシュフェルム、ノーサー、ウィンター・アッサン、ヒム、インペール・ド・ナザリン、ローディ、ネガティブ、ナイト・ウィッシュ、ザ・ラスマス、センテンスト、ソナタ・アークティカ、ストラトバリウス、コルピクラーニなどのグループが国際的な名声をつかみ始めた。1990年代後半には、ジェロメタルグループのアポカリプティカが、 チェロカルテットとしてメタリカのカバーを演奏し世界で50万枚を売り上げた。いくらかのフィンランド国内で最も人気のロックグループは CMX やエップノルマーリーである。フォークメタルも普及しておりチュリサス、フィントロールなどが有名。2000年代に入るとフィンランドのロックバンドは世界的に売り上げが上がるようになり始めた。ザラスマスはヨーロッパや 南アメリカなどに浸透した。彼らの2003年のアルバム、ッドレ e d Letters は世界で150万枚を売り上げ、8つのゴールドアルバムと5つのプラチナアルバムの称号を手に入れた。しかし、アメリカで最も成功したバンドはヒムである。彼らはフィンランドからアメリカに渡り、アルバムが RIAA によってゴールドに認定された最初のバンドであった。 最近では、フィンランドのハードロック、ヘビーメタルのローディは、ユーロビジョンソングコンテスト2006に292ポイントの新記録で勝利し、フィンランドで最初の勝利をつかんだ。ザ69アイズやリフレクションは、海外で熱狂的な人気がある。トゥスカオープンエアメタルフェスティバルは、 世界でも最大級のヘビーメタルのフェスティバルであり、毎年ヘルシンキのカイサニエミで行われている。その他では、ルイスロックや、プロビンシュロックなどのロックフェスティバルが有名である。フィンランドはアキカウリス・マキ、ティモ・コイブサロ、クラウス・ハロ等のように有名な監督がおり、成長する映画産業を持っている。ハリウッドの映画監督、レニー・ハーリンは、フィンランドの生まれである。 リナックスの開発者、リーナストーバルズフィンランドは、発展度の高い情報社会を持つ国の一つである。200以上の新聞が存在し、320の一般誌があり、2100の専門誌がある。67の商業ラジオ局が存在し、うち一つが全国規模で展開しており、5つの国家公営ラジオチャンネルが存在する。 デジタルラジオは3チャンネルが存在する。民放2、公営2の4つのアナログテレビチャンネルが存在し、これらは2007年7月1日から民放3、公営5のデジタル放送に完全に切り替えられた。1年に15から20本の長編映画が作られ、12000本の書籍が発行され、1200億円の販売記録がある。 人口の79%はインターネットを使用している。フィンランド人は他の北欧諸国の人々や日本人と同じく世界で最も多くの時間を新聞を読むことに費やしている。フィンランドで最も読まれている新聞はヘルシンギンサノマットであり43万4000部が流通している。ヘルシンギンサノマットを保有するメディアグループである。 サノマオレー社は、タブロイド誌、イルタ・サノマットやビジネス誌、タロース・サノマットも発行している。また、テレビチャンネルネロネンも所有している。サノマオレー社の最大の株式保有者は、アートスエルッコとその家族である。他の主要出版社である、アルマメディアは30以上の雑誌を発行しており、新聞誌、アームレヘティ。 タブロイドイルタレヘティ、商業志向のカウッパレヘティなどを発行している。フィンランドは国境なき記者団発行の世界報道自由ランキングにおいて開始以来毎年1位を続けている。フィンランド国営放送局ウラは独立した国家保有企業である。この会社は5つのチャンネルを所有しているほか13のラジオチャンネルを持っており二言語で放送している。ウラは 受信料と民間テレビ番組放送実施料金を資金源にしている。デジタルテレビへの移行が進行しており、アナログ放送は地上波としては2007年8月31日に終了し、ケーブルネットでも2008年2月に終了した。最も人気のテレビチャンネルは MTV さんであり、最も人気のラジオチャンネルはノルディックブロードキャスティング社のラジオヌヴである。 フィンランドの人々は技術と情報サービスに馴染んでいる。フィンランドにおける人口あたりの携帯電話加入者とインターネット通信加入者の数は世界でも非常に高い。通信運輸省によるとフィンランドの携帯電話の進出は1998年8月に人口の50%を超え、これは世界初であった。 また1998年12月からは、携帯電話加入者の数が、固定電話の数を上回るようになった。2007年の6月の終わりには578枚の携帯電話加入が存在し、人口の109%に上っている。もう一つの急成長した、情報分野はインターネットである。フィンランドは2007年7月概算で、 ブロードバンドインターネット接続の契約数が152万件あり、人口の29%に上っている。フィンランド人はインターネットに接続しているだけではなく、インターネットのヘビーユーザーになっている。フィンランドのすべての学校、公立図書館などは、長年インターネットに接続されている。世界でも平均通信速度が、最も早く平均で 40Mbps 近くに、 なっている。カレリアピーラッカ伝統的なフィンランド料理は、ヨーロッパ、フェノスカンジア、西ロシアの要素の組み合わせである。テーブルマナーは、ヨーロッパ風である。料理方法は大抵シンプル、新鮮な食材を利用しており、健康的であった。魚、肉、ベリー、ウリ類は、代表的な材料であるが、香辛料は、 歴史的に手に入れがたかったために一般的ではなかった。昔はフィンランドの食事は地域によって、特に東と西では違いがあって様々であった。海岸と湖畔の村では魚が主菜になり、一方東や北方では野菜と鳥獣の肉がもっと一般的で、ラップランドではトナカイが重要であった。料理法が単純であるために、 国際的な評価は高くなかった。現在の典型的な朝食は、オートミールかパンのような、欧州風食品である。昼食は大抵温かい食べ物を食べることになっており、職場の売店で提供されている。夕食は、家庭で17時から18時に食べる。現代のフィンランドの食事は、伝統の食事に、当世の欧州風の高級料理が混ざっている。 最近数十年は世界の料理から影響され、フィンランド料理にも香辛料が取り入れられた。今日のフィンランド料理のレシピにとって、スパイスは重要な材料である。フィンランドでは様々なスポーツが行われている。フィンランド野球とも言われるペサパルロは、フィンランドの国技である。また、報道があり、人気のスポーツとしては、F1、アイスホッケー。 フットボールなどがある。アイスホッケーフィンランド代表は世界最高レベルである。以前はスポーツにおいてフィンランドとスウェーデンはアイスホッケーを含む多くの競技でライバル関係にあった。アイスホッケー選手のテームセランネとやりくりはどちらも NHL で500ゴールを超えた。サッカーもまた人気があるもののサッカーフィンランド代表は フィファワールドカップや UEFA 欧州選手権の本大会に出場した経験はない。サッカー選手ではサミヒーピアややりリ,リトマネンが知られる。君来古年2008年カナダフィンランドは少ない人口にもかかわらず数多くの優秀なドライバーを輩出する世界でも有数のモータースポーツ大国である。F1 ワールドチャンピオンはケケロズベルグ、ミカハッキネン。 キミライコネンの3人。さらに、上記3人と平気、小払い年、バルテリ・ボッタスの5人のフィンランド人、F1 ウィナーがいる。また、ケケ・ロズベルグの息子、ニコ・ロズベルグが2016年のワールドチャンピオンに輝いている。ただし、ニコ・ロズベルグは、母親の母国であるドイツの国籍で参戦していた。その他のフィンランド人、F1 ドライバーとしては、レオ・キンル j j レート、ミカサロなどが有名である。ラリーでも非常に優秀な選手を輩出している。WRC ではマーカス・グロンホルム、ユハ・カンクネン、ハンヌ・ミッコラ、トミ・マキネン、ティモサロネン、アリバタネンの6人がチャンピオンを獲得している。ニ輪リンの WGP ではヤーノ・サーリネンが1972年に 250cc クラスのワールドチャンピオンになっている。 一方では2021年現在フィンランド国内で開催されるモータースポーツのビッグイベントはラリーフィンランドをのみである。しかし新たに建設されたキュミリングというサーキットを開催地としてモートジッピーのフィンランド GP が復活することがドルナスポーツより発表されている。冬季スポーツではフィンランドはスキージャンプが最も成功している。 フィンランドのジャンパー、マッチニッカネンはほぼ間違いなく、スキージャンプで、最高の選手である。特に、彼は5回のオリンピックで、すべてメダルを取っており、そのうち4つが、金メダル、ノルディックスキー世界選手権では9回栄冠に、輝き、5回が金であった。現在では、ヤンネアホネンが、世界的に有名であるが、当時に比べると、勢いは落ち着いている。 アルペンスキーでは、カレ・パランデルがよく知られており、世界選手権とクリスタルボールで優勝経験がある。また、タニア・ポーティアイネンは,はオリンピックで銀メダルを獲得しており、アルペンスキーワールドカップでも良い成績を残している。ヤンネ・アホネン、2010年、バンクーバーその他の特筆すべき選手では、ハンネス・コーレマイネン、ターボ・ヌルミ、ビレ、リトラなどが知られている。 彼らは1910年代から1920年代の陸上選手であるが、いずれもオリンピックで多くの金メダルを獲得している。彼らは世界レベルのフィンランド中長距離走選手の最初の世代と考えられており、彼らやフィンランドの優秀なスポーツ選手たちはフライングフィンとあだなされる。 1972年と1996年のオリンピックでは、ラッセ・ビレンが、それぞれ2つずつ、計4つの金メダルを獲得している。体力などの力を競う、ストロングマンコンテストでは、陸切り、ヨーコアホラー、ヤンネビルタネンが国内で最も強く、1993年から2000年に、かけてワールドストロングエストマン選手権でフィンランドを、勝利に導いている。 1952年夏季オリンピックとなったヘルシンキオリンピックはフィンランドの首都ヘルシンキで行われた。他の有名なスポーツイベントでは1983年と2005年に世界陸上選手権大会が行われている。一般人に人気の高いスポーツはフロアボール、ノルディックウォーキング、ランニング、サイクリング、スキーなどである。夏季にはアメリカなど外国人から見た。 フィンランドらしい特徴が表記されている。フィンランドらしさという言葉はしばしば、フィンランド人とその文化を表すフィンランド国の特徴として言及される。ありがとうございます。